会社をやってると、まあ、自営の方はそうだと思うんですけど、家にいても仕事をするのでオンオフの切り替えがしづらいので、うん、家に帰ったら仕事のことはピシッと切って、で子供に全力集中っていうのはなかなかできないんですね。ですけれども、一緒にいる時間をできるだけ取る、今だと例えば学校に行くときに雨だと一緒に送っていきながら車の中で会話をするとか、それから、多分この人が7歳の時はまだ自宅の隣で仕事してましたからっていうことを帰ってくると、お母さんは近くにいるよねとか隣に行けばいるよねっていう距離感で、そこでこうポイントを稼いでいたのかなと、稼いでると思ってたのかわからないですけど、私自身も商店街育ちなので、学校から帰った時にお母さんが誰もいない家に鍵を開けて帰るか、それかお母さんたちがいるお店にランドセルを背負ったまま行くか選べたんですね。割とそれと同じような環境を作ったような気はします。自分のやっぱり育ってきた環境もちょっとそこに、ヒントにはなりましたね。どうやったらその仕事の時間を取れるかっていうのを考えた時に、もう完全に子供にコミットしなきゃいけない時間をどれだけ取るかっていうことだけではなくって、ここに行けばお母さんに会えるんだよっていうところが見えてるだけで安心感が違うんですよね。そういうやり方はしてきたかなと思います。大人と話すことがすごい多かったので、やっぱり面接だったり説明会だったりでも、そうですね、会社の方とお話しするときは全然抵抗がないというか、やはり臆さず話すことはできましたし、やっぱりそういう、そうですね、大人の世界にいたからこそ割とそういった人たちの価値観が分かるというか、接し方を学んだっていう部分はあると思います。仕事してて良かったなと思いますよ。本当に、やっぱり子供のことしか見てないと子供のことにもっともっと一生懸命になっちゃうと思うし、ね、そう言ってらっしゃいとは多分言えないと思うので、もっとうろうろするでしょうし、それがいい形の距離で収められるかどうかってやっぱり自信ないので、他のものを持ってた方が私は良かった。